ております、はい、無風で師匠が全く動かないときは釣ることができないのでしょうか。もし対処法があれば知りたいです。よろしくお願いします。まずあの無風の時というのはですね、まあ、風も潮も動かないという状況がほとんどだと思うんですけれども、そうなってくるとプランクトンは沈まないんですね。だから表層にずっと漂うようなわけですね。だから表層漂うとそれを食べにアジは上がってきます。下から上がっていきます。だからライズすることが結構多くて、でライズをよくするんですけども、そのライズがなかなか釣れないと言われる方が多いんですね。それはなぜかと言いますと、あのどうしてもジグヘッドの重さがあるものですから沈んでしまうんですね。そしたらアジが食べようとしてきてる、まあ、例えばこの層だとするとアジはこういう風に上がってきてこう降りるわけです。だからワームがここにあってもガン無視ですもう全然無視してくれます。ワームをここに上げてやると食うてくれるんです。ですからここに置くんではなしにここに上がる工夫をしないといけないんですね。例えば、まあ、うちでやるとそれ簡単にできると思ったらゼログラ使えばいいわけですね。ゼログラヘッドというのはここへ定位できるようにするために作ったヘッドですから、そこへ置いてやることができます。あそうか、もうあとはもうボトムによるプランクトンを食べ出します。だから表層かボトムかということになってきてしまうんですね。で中層におるのはどういう時やったら、まあ、回遊してちょっとこうやって回ってきた時に中層におったりはしますけれども、ほとんどの場合がそこについてるアジは表層かボトムにいます。ですから潮が流れてない時というのは狙いは絞りやすいでは絞りやすいんですけれども、ただやっぱりアジに方向性が出ないんですね。潮がこういうふうに流れたらアジは全部その潮に正対していきますから同じ方向を向くんですけれども、潮が流れてない状況だとアジは四方八方に向くんですね。そしたら今まで100匹が100匹のアジがこれを全部見つけてくれたのがもう5分の1とか10分の1になってしまうわけですね。じゃあ10匹がしかこれを見ないということになってくると、当たり自体が減ってくるかということになりますね。じゃあ風がないのが釣れないというのは方向が定まってないっていうのは、そう、確率が下がるというだけやな。当たりが出る確率が下がる、出ないわけではないんやけど確率が下がる。やっぱり流れがある程度あってくれた方が釣りはしやすいです。全然楽よ全然楽。流れがあったらいろんなことがこうもっと凝縮されてくるやん。だから流れがあるということはポイントが凝縮されてくると、そこにたくさんのアジが入ってくるわけやから、たくさん釣れる可能性が出てくるわな。流れがないとものすごい広い範囲にアジが散らばってしまうわけだから、それを拾っていかなきゃいけないとなるとすごい確率悪くなるね。考えなあかん条件が一個固まるんすもんね。そうや、流れがあれば。そうそう、だから方程式やからね、方程式やからもうそういうふうなものがあればもうすぐ分かるけどね。分かりました、はい、ありがとうございました、はい。このチャンネルではアジングの様々な情報や新製品の情報いろいろ発信しております。内容が良ければですね、チャンネル登録を皆さんしていただくと非常に嬉しいんでございます。これからも一つよろしくお願いをいたします。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。